スーパーハイマテリアル CD はユニバーサルミュージック LLC のニークラッキクオが提案し日本ビクターと共同開発した高音質音楽 CD の名称2007年11月に製品化された企画としては従来の音楽 CD と変わらないため既存の CD プレイヤーで再生できる特徴はディスク製造プロセスにおいて通常の製造で使うものよりも透明度が高く 高流動性、高転写性が特徴の別種の液晶パネル用ポリカーボネート樹脂を素材として採用した点である。このため、高素材 CD とも呼ばれる。これにより CD の信号が記録されたスタンパーのピットをより正確にディスクに転写することが可能となった。そのため CD の再生時にその信号をより忠実に CD プレイヤーのピックアップで読み取らせることが可能となり、高音質になったとされる。言い換えると、物理的なエラー発生要因を素材レベルで排除するものであり、正確にエラー補正できる CD プレイヤーの下ではマスターが同一である限り、従来の CD と SHMCD との間に差異はない。当初のラインナップの SHMCD のケースは、通常のものより若干厚めで、 ケース外に SHMCD の文字が浮き彫りで刻印されていた。その後に発売された SHMCD のケースは通常 CD と同じ仕様に変更されている。SHMCD は現時点で主に日本国内のみの製造、流通であるが一部の SHMCD は北米などに輸出され現地で輸入版として販売されている。 SHMCD を追随した類似の CD でハイクオリティ CD があるが、これはメモリーテックが開発したものである。EMI Music Japan とポニーキャニオンと日本コロンビアとエ b ベックスマーケティングは各々の,の,の音源をクオリティ CD として発売した。ただし EMI は音源によっては SHMCD も日本コロンビアはブルースペック CD も採用している。 SHMCD との相違点は反射膜に特殊合金が使用されていることである。ソニーミュージックが開発したブルースペック CD も SHMCD に似た CD である。こちらはブルーレイディスクの素材と製造技術を応用している。2010年6月、ユニバーサルミュージックはスーパーオーディオ CD に SHM 素材を用いた SACD。 SHM 仕様の発売も開始した。その他、日本ビクター、キングレコードから、XRCD に SHM 素材を使用した、XRCD も発売されている。当初、SHMCD は、ユニバーサルミュージックのみが企画、販売し、共同開発先のビクタークリエイティブメディアだけが、製造を担っていた。しかし2008年7月、 ユニバーサルミュージックとビクタークリエイティブメディアは株式会社ソニーミュージックコミュニケーションズと SHMCD の量産能力向上で協力関係を結んだ。同時にビクタークリエイティブメディアの協力のもとソニーダドックジャパンにも SHMCD の製造ラインを設置し増産体制を整えた。後にハイクオリティ CD 陣営のメモリーテックでも 製造ラインが設置されている。これにより、ビクターエンタテインメント、定畜エンタテインメントといったビクター参加のレーベルは、元より、ワーナーミュージックジャパン、ポリスター、BMG ジャパン、キングレコード等も採用を表明したが、BMGJ は、ソニーミュージックエンタテインメント参加に入ってからも、SHMCD を発売していたが、2009年4月に、 ブルースペック CD 陣営に切り替わった。すべて SHMCD と通常 CD の2枚組。各1000円。ありがとうございます。